皆さんこんにちは、ランルイのルイです。今日はリクエストの多かった質問を100個答えさせていただきます。よろしくお願いします。名前は高橋ルイです。誕生日は2000年1月14日家族構成は自分が長男で弟、妹、お父さん、お母さんの5人家族です。身長は185センチ。体重は82キロ。血液型は A 型。出身地は京都。出身高校は東山高校。職業はバレエをしてる会社員です。所属チームはサントリーサンバーズ。ポジションはアウトサイドヒッター。ルイ君の名前の由来は野球の一塁二塁のルイです。好きな色は赤。好きな食べ物はハンバーグ。いや、ランもね、言ってたんですよ、お母さんの作るハンバーグって。なんかテレビかなんかで泣けるな。それは一緒。いいね、2人とも息子。じゃあ逆に嫌いな食べ物は、前の動画では皮って言ってたんですけど、皮の唐揚げ、カラッカラにしたやつはね、ちょっと食べれるようになったんですよ。バナナ、バナナ牛乳は未だにちょっと無理ですね。ランがめっちゃ VNL でバナナ食べてたじゃないですか。だからルイ君バナナ食べて夏越してくださいねみたいな感じに言われましたけど、自分ねバナナだけちょっと無理なんです言っとかないとね。なんかのバナナ味とかもアイスクリーム美味しくな、ミックスジュースはもうあんまり、なんかバナナベース結構チェックする。バナナ入ってないから。ああ、高確率入ってるな、うん、じゃあそれの差し出はバナナはちょっと趣味御朱印集め。足のサイズは28センチ。利き手はバレーは右なんですけど、自分両利きで全部両方でできるんじゃなくて、右でやるやつもあれば左でやるやつもあるみたいな。うわ、右左手でスパイは無理っす。やらされたことありますけどね。足は、足ってサッカーくらいですよね、うん、サッカーはできないんで。どっちも嫌いの。サッカーはマジでできる。もうほんまにできる。練習で心拍数上げるトレーニングの一環でチームでやったりするんですけど、もうほんまに申し訳ない、できなすぎて。万能そうやな、ね、スポーツ。サッカーだけはマジでできる。自分の性格を一言で言うと、優しい。特技は、特技二重。二重すごくない、これ。これみんなできる、できひんやろ、これ。まばたきしたらめっちゃ悪いな。好きな歌手はゆうりさん。ゆうりさんの好きな曲はベテルギウス。好きな YouTube は庄屋男さん兄弟さんとガードマンさん。ランが好きな YouTuber さんと自分の好きな YouTuber さん大体一緒っていうか、まあなんかお互いに Netflix とかでもこれおすすめやでみたいな、なんか勧めあったりしてるんで、庄屋さんもコラボさせてもらう、まあ前からも全然好きで、そっからもずっと見させてもらってるって感じですね。好きなスポーツはサッカー以外やったらちょっとできるんで基本好きですね。手で扱う系、バドミントンとか好きやし、野球もやってみたいなと思うし、これっていうのないかな。最近泣いたエピソードは、芸人さんの桑畑理恵さん、 YouTube やってはって、もうめっちゃ関西弁でめっちゃ面白い話し方してはって、でその切り抜きみたいなのが TikTok で自分流れてくるんですよ。子育ての話とかが、まあ、メインでやってはって、息子さんのサッカーの話で思春期の時に応援来てくれて、息子さん的には静かにしといてほしいみたいな、応援来ても、でもお母さんも芸人さんやし、なんかもうすっごい応援したい気持ちでムズムズしてて、結果的に応援してしまって、なんか息子から怒られたけど、なんか後からみんなの前ではちょっとやめてよみたいな感じだったけど、家帰った時にあの応援力になったよみたいなエピソードで、ちょっとなんかもうめっちゃいい子とか思ってっていう話。見てみよう。好きなアニメはキングダムですね。今一番欲しいものは服。何が欲しい？T シャツとかは割とあるんですけど、ズボン系とか靴とか靴下とか、そんな感じ。毎日何時に起きますか？7時半。何時に寝ますか？11時半ぐらい。好きなお菓子は？むずっ、マジでこれパスっす。食べへん。チャウス、逆っす。好きすぎるんで
甘いもんが好きってめっちゃ言うんですけど、うん、じゃあ何が一番好きなんですかとか取材とかで聞かれてもマジで答えない。なんか全部好きなんですよ。ケーキも好きやし飲んでも好き。好きな映画アベンジャーズ。最近見た映画ブラックパンサーとガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。バレエを始めたきっかけは自分が小学2年生の時に女子バレエ見てその栗原めぐみさんを見てやりたいと思ったのがこの高橋家のバレエ人生の始まりです。もしバレエしてなかったら何してたと思う？絶対野球やってた。日常生活で嫌いなことありますか？掃除。ルーティーンってありますか？ないです。尊敬する選手はいますか？ラン。熱い。いやなんか YouTube やから言ってるみたいにならんかな。いやいやでもそのならんって。尊敬しますね。今となればちっちゃい時別に何とも思ってないけど今だってもうすごいですもんね。そう誰にでも優しく接することができる。素晴らしい。短所は優しすぎって言われます。なんかちょっとたまには怒った方がいいんちゃうみたいな。優しすぎるからまあなんかいじられ安いみたいな感じありますね。怒ることある？はい、マジで綺麗。想像つかへんの。東山の時がどっちかっていうとキャプテンがしっかりみんなの尻叩けようみたいな感じやったのがそれで頑張ってたけど怒るとかはもう全然好きじゃない。口癖あるんですか？これあんまり言わないの気づかせですよ。逆に教えてほしい。確かにいつもこう言ってんねんって。仕草やったらあれかも。鼻触るとか。朝起きて一番です。変わらん。初恋何歳？6歳。好きな女性のタイプは？小柄な人。好きな仕草ありますか？いや、特にないですね。何フェチ？耳。赤ちゃんの時もね、お父さんお母さんも触りすぎて、あっかっかなってなってたらしい。触った時とったらしい。触りすぎて。で、ダメな耳の形みたいなのあるんですよ。なんか、ちっちゃすぎのも嫌やし、みたいな。スマホの待ち受け画面はない。ただの普通の元からあるやつ。マジで元からあるやつ。そんな人いるの？初期画面のこと、うん、選べるじゃないですか、ゴロゴロ。選べる、全部初期画面や、それ。あれ、マジであれ。マジであれ。子供の頃どんな少年でした？マジやばかったと思う。これ語り出したら一本作れますよ、どうか。なあ、ランとルイのな。これはもうお母さんに喋ってほしい。ルイや。ルイ、もうや俺やばいと思う、マジで。マジでやばかった。一言で言ったら寝ない。元気すぎた。寝ない、食べない。好き嫌いがやばい。でもほんまに外で遊ぶとめっちゃ5歳まで朝まで寝なかった。まず夜中100万回起きる。じゃあお前これもういずれ喋ろう。一本作れるマジで。そんなレベル。得意な科目？体育。苦手な科目？国語。あの人の気持ちとかなんか無理。マジで嫌やった。あの上からさ探すやつわかります？誰々さんの気持ちとなんか上に文章あってのやつ、あれマジで無理。ちっちゃい頃の将来バレー選手ですね。今将来の夢はサンバーズで活躍して全日本に選ばれるっていうのと、引退した後はサントリーのプレモルを売る。ストレス解消法は？甘いものを食べる。最近のエピソードは？先日バレエ教室の話なんですけど、シートレシーブしてたんですよ。で、自分がその時セッターのポジション入ってて、シート練習とかって、まあ、ボールがネット越えたら、まあ、なんかちょっとくぐって続けるみたいな、戻してみたいな感じでよくやるんですよ。試合中やったらあかんけど、その時がバレエ教室やったんでネットが 2m やったんで、いつもよりもあの下の幅って狭いわけですよ。越えた時に俺はつなげれると思っていつもの感じでこうくぐったらもうここにネットがあったわけですよ。やばないマジで。ほんで、なんかもう、ここに下の白帯の一番図太いところが、ガーン引っかかって、でも、バーンってなって、体感2秒ぐらい宙を舞ってたんだ。もう大爆笑。もう、4年後コーチと、ケンヤさんが言い張って、もう、爆笑になって、もう俺も爆笑。そんなに全然大丈夫でやったんですけど、もうここに朝できて。でも今治りましたよね、ここ。全くない。大丈夫。よかった。3日4日で治った。大怪我じゃなくてよかった。よかったです。もうマジで恥ずかしかった。なんかもう痛いよりも恥ずかしいが勝ってました。結構な怪我になってたの。もう監督の甲田さんに、お前バレー選手やんなみたいな感じで。マジでどんくさい。まあ、たまにこういうことあるんですよ。なんか引っかかると集中しちゃうと入り込んでるし、全力でボールを追いかけてたっていうだけなんですけど。
いや危なかったです。自分はポジティブですかネガティブですか。いやどっちやろう、場合による。めっちゃポジティブな時もあるし、なんかプレーに関しては結構ネガティブかもしれない。日常生活がはポジティブかもしれない。日常ポジティブ、バレんだけちょっとネガティブかもしれない。どっちもあるね。どっちも気分いいな。朝はパン、ご飯。ご飯よく使うラインスタンプは、これグッグッみたいなです。好きなことはありますか。1に笑う、2健康に明るいって書いた。一生懸命。素敵。お小遣いは何に使ってましたか。過去の話ですか。うん、今もお小遣いしてる。今でもいいけど。何に使ってた。ちっちゃい頃のイメージでしょ。ちょっと言うけど駄菓子屋やな。お小遣いってそんなもらってもないし。駄菓子屋しょっちゅう行ってたもん。ペットは飼っていますか。飼っていましたか。飼ってません。本は読みますか。最近読み始めました。知識を持とうと思って。何系の本。何系が好きかをまず探ろうと思って、小説とか、この間は積み立て兄さんの本とか、ちょっと投資系の本とか、この間買ったのは脳科学者かなんかの人の本ちょっと読んでみようと思って、読んでみようと思ってる段階です。ちゃんと落ち着けてくれ。カラオケで何歌いますか。最近流行りの曲。お風呂はどっから洗いますか。頭。最近買ったものは。本。出かけるときは何を持って行きますか。貴重品。今日のファッションのポイントは。ニューエラ。可愛いな。これ可愛くないですか。ちょ、可愛い。好きな季節は。春。春と秋、反則って言われますけど、大体季節って言われたら、なんか夏か冬で聞かれません。いや、お前、後で暑さも聞くけど。好きな芸人さんは。霜降り明星さん、粗品さんとせいやさん、マジで好き。目玉焼きには何かけますか。醤油。兄弟喧嘩しますか。しません。してました。バレエ始めるまではしてましたね。妹が生まれてめっちゃ減ったと思う。二人の時は多分濃かったイメージはある。なんとか鼻血出たもん。まあ男兄弟はな。ガン君と一番違うと思った。あいつはめっちゃ流せる。俺なんか言われたら結構もう受け止めてしまうタイプやけど、ランはスパンってしてる。意外とあっさりしてる。めっちゃラン君と似てるところと、まあ誰に対しても接するというか、好き嫌いがあんまりないってところは似てるかなと思いますね。理想の一日の過ごし方は。昼まで寝てギリギリのモーニング行って、アウトドア好きなんで外行って温泉入って帰ってくる。得意料理は。卵焼き。マジでだってやらない機会、やる機会ないし。そのとおちも何甘えてんのか。感謝せなかな。感謝せなか。旅行できたい場所は。沖縄。コンビニでつい買ってしまうものは。甘いもん。モノマネできますか。できません。一番疲れた時に食べたい、もしくは飲みたいものは。それはもう一択じゃないですか。サントリーのプレモル。ちょっと価格安めの今サントリー生出たんですけど、宣伝みたいになってるけど、いやそっちもね美味しいですよ。マジで飲んでほしい。普段バレーの試合テレビとか見ますか。全然見ないです。最高到達点。3メーター30ぐらいです。これも全然低いんですよ。全然飛んでない。そう、3メーター30。マジで俺全然飛んだら飛べないんで。ボタンみたいな。全然飛べない。ランの好きなとこ。うん、あいつのなんかちょっと言う、なんていうの、愛情表現の仕方。口数多くないんですよ。自分と妹めっちゃ喋るんですよ。ランは意外と家におったらもうなんかゆっくりしたいみたいな感じだから、そんな喋らへんけど、意外と寂しがりやで、それをなんかあんま見せないけど、たまになんか LINE とかで一言でなんかそういう部分を見せたりするのが好きなところ。逆に直してほしいとこは。マジでない。皆さん、あのランの多分イメージ図があると思うんですけど、多分そのままやと思います。実際絡んでもそんな崩れへんと思う。今気に入ってる香水は。気に入ってるっていうか、あのファンの方からもらったりで、でこの間健信からあの誕生日プレゼントでもらったんですけど、5、6個ぐらい持ってるんですけど、柑橘系よりかは鉄拳系の方が好き。肉派、魚派。肉派。ありえへんな。ありえへん。なあ、肉の昔からしたらありえへんな。ちっちゃい時は絶対魚派やったもん。魔法が使えたらどんな魔法が使いたいですか。
野球をやってたらどうなってたのかっていうもう一つの人生だから、あそこでバレエ始めたから今はもう高橋家自体がもうこの全部バレエになったから、プロでやらせてもらって、まあランも全日本オリンピックまで出てっていうので、逆に俺が野球やってたらどういう人生になったのかっていうのをちょっと魔法で知りたい。めっちゃいい答え返ってくるよねえ、この質問で俺もね、いいのがやってくると思ってびっくりした。なんか自分であれかもしれんけど、なんか自分もランもその記者の人とかに記事の書きがいがありすぎって言われます。ある程度想定する、返しやすいような返しをする特技かもそれ。分からん、まあ、何も意識してない、普通に思ったこと言ってるだけ。いや、ちょっとあんまり言わない。言い返しするんですよ。特技で言わない。緊張をほぐす方法はできるって思う、思い込む。好きなゲームはつむつむ。今まで大きい怪我はありますか。大学生の時に半月板損傷したのと腰のヘルニア。今大丈夫？いや、もう古傷で残ってますけど、もうカバーしながら。集めてるもの何かありますか。御朱印。ジェットコースター好きですか。大好きです。めっちゃ乗ります。何でも乗ります。面白いのが2メーターとかめっちゃでかい人とかと行くじゃないですか、バレエなんで。友達とか、あの逆に身長制限あるんですよ。自分大丈夫なんですけど、90以上乗れないとか2メーター以上乗れないとか、下は知ってるじゃないですか、みんな。逆に上もあるんですよ。当たるって言った。そう入らへんみたいな。だから一緒に行っても乗れへんみたいな。たまに寒いのと暑いのどっちが好きですか。暑い、ね、ほら冷めるは苦手。苦手っていうか汗かくの嫌やけど、半袖半パンでいいのが楽。冬やったらめっちゃ着なあかんのがちょっとめんどくさい。好きなおにぎりの具は明太子。何かアレルギーはありますか。花粉症ぐらい。バレエをやめたいって思ったことはありますか。あります。しんどすぎて。高校の時しんどすぎて、でもやめたいけどやめるっていう選択肢はなかったですね。朝は強い弱い。強い。年上年下どっちが好き。年下。人に教えたくなる雑学ありますか。すぐパッと当てる気にする。これあの同期の総司が言ってたんですけど、降水確率何十パーセントあるじゃないですか。あれって俺思ってたのは 50% やったら 50% の確率で降りますよってことやと思ってたけど、じゃなくて、知ってます？その京都市 50% とかやったら京都市内の 50% の場所が降ってますよってことらしい。知ってた？だる？知らんかった。なし。おすすめのお店はありますか。東山の OB がやってる山本麺蔵さん、うどん屋さんなんですけど、ぜひ行ってみてください。今日はこの後何しますか。ランチ。京都の美味しいランチ探します。ラン君への質問は。ランへの質問、本当にバレエでよかったんですか。ランはね、やりたいって言ってやってないんで、まあまあバレエに限らずですけど、まあなんかソロ版やったりとか水泳やったりとかピアノとか自分がやって、でランもやってる。自分はそれをやりたいって思ったからやってるんだ。ランはそれでよかったかなって。だから本当にバレエでよかったんですかっていう質問にしてきます。これで100の質問答え終わったということで、ありがとうございました。次はランにこの100の質問またやりたいと思いますので、お待ちください。